吉谷さん、いやー感ししましたねそのお問い合わせはさすがに私もないですね18年間やってきたからこそ出会える18年に一度の偶然じゃないですかねその偶然は必然によって吉谷さんのサービスレベルが向上したからこそ引き寄せられたもんだと思いますしそのサービスにケチをつけちゃいけないなっていうふうなお客様のマインドセットも上がったからなんですよねいや確かにね パスワードと ID 知ってるわけですから、それれれを友達に教えて、こででやれよでもいいわけでですよ。でも、そういうことこっそりやってもバレないはずなのに吉谷さんにそういう連絡が来てるってことはまあ本当に誇らしくそういうふうに連絡したんでしょうねすごいだろうみたいな感じでだってその方だってねそういう方法があることは容易にわかるわけじゃないですか当たり前のように。でもそれをせずに。 まあこんなことをされるのは想定されてるだろうなでも俺はちゃんと真っ当にお金を払うことによって正々堂々としていくぜみたいなね、うん、でありがとう吉田さんみたいな気持ちも込められてると思うんですよいや実はね今回私ね FX オリガルヒのアフィリエイト販売を一部の人にやったんですよ年、ね、末年始でぶっちゃけねそれをしたところで例えばアフィリエイトで 私の売り上げが上がって、例えばコミッションってあげてもいいんですけども、いや、その人がね、ID とパスワード知ってるわけですから、セールスを、私のオリガルヒをセールスして、で、販売が完了したら私にこっそり隠れてね、はい、ID とパスワードですって渡しても全然いいわけなんですよね。でもそういうことをせずに、<laughs> ちゃんと商品を作った人には、それなりの対価を得てほしいなっていうことで、誠実にやっていただいたのは、やっぱ一部ね、私の気持ちが、 伝わっていったたマインドセットがまあ映ったこととかなと思うんですよいいいいいいいじゃなでですかすごいですかごねいやいい話を正月から聞かせてもらって私としてもまあそういうことが私のところにも訪れないかなと思いましたあの似たようなケースならあるんですよあの即か塾にはねご夫婦であの入塾されてる方もいるんですけどもぶっちゃけ一家庭一個でいいじゃないですかで共通のコンテンツを二人で回し見るみたいなことすればいいのに やっぱね、その方はねご夫婦で私の家にも来てくださいましたしご夫婦で動画も送ってくれたことがあるんですけども「あ、久保さんどうも今回も明けましておめでとうございます」みたいな感じでお正月もやっぱりメッセージ来ましたよもう何年もの付き合いになるんですけどもあの、夫婦でね即解塾に入塾させていただいていろいろ勉強になって本当に去年もすごくためになったんで今年もよろしくお願いしますみたいな感じでねあのまあお歳暮も来ましたし新年の挨拶も真っ先に来ましたしやっぱいい付き合いができたなと思います。 で、今までねあの何頭金3万払ってとんざらする人とかこんなインチキじゃねえか金返せっていう人がいてだったら5万返してあげますよみたいなことをライブ放送中にやったこともあるんですよライブ放送の中にねこう殴り込んできてそっか塾買ったけど全然儲からないじゃないかとか言ってでその中であの私は言わなかったんだけどもコメントを書いてくださる方がカリキュラム通りにやったら全然3万なんてあ楽勝でその日のうちに稼げますよみたいなことでみんなバーッと書いてくれたんですよ。でも、あの、 あれもやるこれもやるで俺にはできないことばっかりが送られてくるからできないんだとか言ってからねいやそれはあなたの責任でしょっていうふうにみんなで擁護してくれたんですけども最終的に私がいやいやあのそういうふうに思ってるんだったらあの返金しますよって3万円が欲しいと思うんだったら5万円払いますからそれでどうですかというふうに話をまとめて5万もらうんだったらいいですよって感じだったんでほら即課塾で儲かったでしょっていうふうにして5万円をその場でお支払いして入金確認してもらってさようならってやったんですよね。 そういう風にしてね私もねあのまあその時に一回やっただけなんですけどもそういった形っていうのはまあもちろん返金請求されたのもその人一人だったんですけどもねまあ大会する方まで速座塾に入ったら儲かっちゃったみたいなねこれによって全ての人が儲かるみたいな例をね作っちゃったのかもしれませんけどもまあいろいろありますよね面白い本当にでご夫婦で参加してくださった方はまずはご主人が参加してくださって うちの嫁も即家塾に入れたいんですけどっていうふうに相談いただいたんで、うん、じゃあまあご入塾ご夫婦でされてくださいって私もご夫婦でビジネスやお金のことちゃんとやった方がいいですよってご主人がなんかわかんないけどねコソコソやって奥さんが気持ちが悪がるのもいけないですし中にはね奥さんが私の動画を毎日見ることによって浮気を疑われてしまったっていうね旦那さんもいて。うん まあだからね、私の方からあの旦那さんとこれは浮気ではありませんとビジネスのことやってるんでどうかやらせてあげてくれませんかみたいな感じで私が釈明の動画を送って旦那さんにこうね見てもらったみたいなその面白いエピソードもあってですね私はやっぱりあのお客様がね熟成さんが40代50代の方が圧倒的に多いんであのご結婚されてる方とかに誤解を与えないように特に女性で私の動画を見てくださってる方入塾されてる方には特に配慮してるんですよねはい、まあ、ありがとうございますいい話でした でまあ商品を作ることをめんどくさがってどうするんですかってところで吉谷さんがねまさに iPodsPro4 万何千円っていうのを紹介してくれました私もね4万の時ではないんですけど2万いくらの時の買って感動したんで今ねこうやったなんですかね似たような類似品をいっぱい買ってるんですよというのがねあの吉谷さんもわかるでしょイヤホンなくすんですよ なくしたり水没しちゃうんですよ、耳につけといて。なんか感覚がなくなってきて忘れちゃうんですよ。寝てる時もつけてるんですけども、つけてるのかつけてないのかわかんないんで、気がついたらないなーみたいな感じで、その時にはもうどこに落としたかわかんないんで、さすがにね、2万数千のものをそういう風に形芯ばになっちゃったら痛いんで、4万5千のものを買う勇気はないんですよ。ですんで、こうやって2000とか3000の似たようなやつを買って、でも機能は抜群にいいんですよ。びっくりしたことに。なんでと思いますよ。 まさにこれはパスワード横流しじゃないんですけども、技術だけをここに作ってですね、アップルっていう商品名を付けてないんだけども、同じクオリティみたいなのが溢れてるっていう、アリューのね、いつもの、うん、まあ、商品価値を、うん、なんか維持したまんま価格だけ落とすみたいな、抜け穴みたいなもんですよね。まあでも、本当思うんですけども、iPhone って今20万とか30万でしょ。私は iPhone 作ること絶対できないですよ。でも、<laughs> iPhone 以上の価格のものを作ることはできるんですよ。情報コンテンツとしてね。 いやだからね働きに行って1ヶ月一生懸命働いて20万30万も悪くはないんですけども私はその勤務出勤して雪の中雨の中風の中やってくださる人がいるから社会に成り立ってるんですけども私の選択肢はこの家でねこのカメラの前で喋ってるだけで何十万何百万の方がいいなとそしてそれでも求めてくださる方がいるってことは役に立ってるんだろうなと思いますから押し打ってるわけでも何でもないですからね。 それこそお問い合わせいただいた方にしつこくしつこくね入金まだですかとかやってるわけではないんですよ。本当とにまあどうぞみたいな気が向けば入金してください口座はこちらですと。また入金があったらまたねあの私の方からコンテンツの,のお送りしますねよろしくお願いしますぐらいのもんなんで語りかけられたから返事をすることの繰り返しでこちらから誰か特定の人にねあの何ですかねアポイントメント取ってクロージングして。 で、畳みかけるように売ってっていう、あの、ネットワークビジネスみたいなことしてませんからね。しまいにはネットワークビジネスに関わるときだって、ね、私、お問い合わせをいただいた方に対して、まあ、資料を読み上げる動画を送って、それに対して返信が来るから概要書面を送ってみたいな感じなんでね、非常にその、ネットワークビジネスをやるときでもストレスはないですね。通常はね、アポイントメント取って、時には誰かを呼んで ABC やったりするわけでしょ。ああいうのはもう古いですよね。もう完全に。 顧客と全く会うことなく契約をどんどん決めていくスタイルができる人が今のビジネスを制していて直接会わないと信頼関係が築けない人とかっていうのは難しくなってくるのと同時に顔出しを嫌がる人とか自分の名前を出したがらない人にビジネスは向かないかなっていうところも思いますねまあできる人もいますけどもどっちかっていうとやっぱりねお金を払う人が誰かわかんないみたいなことにはならないと思うんですよそれからやっぱりある程度信頼できるような あの、経験を積んでる人とか、その経験をすべてね、公開してる人とかいいですよね。ポカーンと出てきて、セールスの時だけなんかね、プロダクトロンチかまして、で売り、入金したらまた去っていくみたいな人は <laughs> あんまり信用できないと思うんで。だから商品作りは、でも吉田さん、おせっかいでサポート好きな人にしか務まらないんじゃないかなっていう気がしますね。だって、あの、FX が特に感じるんですけども、募集しといてね、で、 自分の生徒さんできたのにサポートがめんどくさいとか言って、とんずらする人もいるわけですよ。私は FX のカリキュラムも今半年以上やってますけども、毎日コンテンツバンバン出してるんですけども、全然止まらないですね。あの、おせっかい好きなんで。これがあったらもっとわかるだろう。これだったら勝てるだろうみたいなのを思いつくたびにどんどん送るんでね。それこそ実績は上がりますよ、生徒さんも。で、安心感もありますしね。で、1週間、2週間、時には1ヶ月、FX が離れることがあっても、 戻っっててききたたら同じじじペースででででガガンンンンやってるんで <laughs> お久ししぶりにじゃあ始めままょうかみいいいな感じで <laughs> 本当いいテンションでできますよねだから離れたから足が遠のくってことがなくて離れてもまた戻ってくれるみたいなしまいには週に1回必ず見てくださいみたいなコーナーもあるんで全然ねあのスキルとか一体感は維持できるっていう形を作りましたね FX オリガルヒー最高です今年から49万8000円でございますけどもうんなバンバン売らなくてもいいんですけどもまあでもね あの年間に数個10個ぐらい売れればもういいかなみたいなところですねだから月に1個売れるかどうかぐらいでも全然やっていけるってことですよねだからスマホなんて作らなくてもスマホ以上の価値は作れるってことですよ、ね、エンジニアでも何でもない電気系統も LSI も詳しくもない私がねそれ以上のものを作れるってことですよたった一人でで iPhone は完成するまでに何十人とか何百人とか時には何千人何万人の人の手を介して最終的なエンドユーザーに渡ると思いますけども 私は人人が1人に対してでだからこの世界にうんもっと来てほしいですよね全然まだ供給者不足だと思いますんで私もまだまだやりたいビジネスっていっぱいあるんですよ情報発信したいジャンルっていうのがそれをやってくれる人がいればなと思いながらなんですけどもなかなかいないですよねなんせ売れないってことは商品作ってないわけですから売れないですよね集客っていうチャンスを求めないから 売る相手が見つかんないですよねそれからセールスっていうのは吉谷さんも感じてらっしゃるかと思いますけどもあこれは売れるだろうなっていうふうに求めてる人の存在を認識するからなんですよねそれは個別具体的に A さんは買うだろうと思うから作るっていうところもありますし多分このシリーズは反応がいいから誰か買うだろうまあ3件か4件ぐらい売れるんじゃないかなみたいな見込みでやることもありますし売れるかどうかわからないけど出してみるっていうのはまああんまりないかなと。そ、うんまあ、それこそ まあ何件か売れるだろうっていう先入観からして作ることにも意欲が湧きますよね。でこういった動画コンテンツをプラスアルファ講義をすればさらにあの何お値段以上を感じていただけるだろうなっていうのでやってると思うんですよ。でスマホっていうのはあの価格以上の価値がその中にてんこ盛りですけどもほとんどの機能を使えないままバージョンアップしちゃうんでまた次に乗り換えると思いますけども通常はね価値と価格。 に見合わないユーザーが、そこを手にして、ほとんど無駄にして去っていくみたいな感じですよね。まあ、でも、情報コンテンツで、私たちが醍醐味にしてる、まあ、私が少なくとも醍醐味にしてるのは。期待が百だとしたら、商品は百五十だったみたいな。ところですよね。まあ、そこに、いつもいつもこだわっていきたいし。期待が百なのに。受け取ってみたら、三十だったとかね、七十だったっていうのは、これは詐欺とか言われても、しょうがないような。その顧客心理になると思うんですよね。まあ、これからもね。信頼を応えるために、信頼に応えるために。 経験や見識を積んでいこうかと思いますね。まあ、それが私からのお年玉かなと思います。1月1日のセールス、本当にすごいですね。3ヶ月分のサラリーマンの給料がそこで作れるというね。全然違う世界ですよ、本当。しかも商品を受け取った方は欲しくって受け取って喜ぶという。そして問題解決につながるということですからね。ねえ、もうこの世界にたくさんの人に来てもらいたい。 就職難はすでにありません、ここには。求人も全然まだまだありますってことですね。いってらっしゃい。